はい、こんにちは、サッシーでございます。今回もですね、ハードオフのジャンクコーナーで買ってきましたジャンク放送局となっております。このチャンネルはですね、ゲームの購入品紹介だったりとかですね、あとはそうですね、ライブ配信とかもやってます。最近だとエルデンリングのねライブ配信なんかもやってるんでね、お好きな方はねぜひね放送にいらしてくださいね。参加型でもあるので、自分もエルデンリングやってるよなんて方がいましたらね、ぜひ参加してほしいです。はい、というわけでですね、今回の購入品紹介をやっていきましょう。それではですね、今回1本目の購入品紹介となっております、こちらですね。こちら SNK のですね、ザ・キング・オブ・ファイターズ・アナザー・デイってやつですね。まあこれ DVD になってるんですけども、これ中身ねこんな感じになってるんですけど、あのキング・オブ・ファイターズのですね、こうなんかアニメーションなんですね。それがまあ4話収録されてるということで、こちらなんですけれども、まああのプレステ2で以前出たですねゲームのですね特典なんですよね。こっち出すか、出そう。このKOF のマキシマムインパクト2の特典なんですよ。だからね、これ持ってるんですよね。これ2枚になってしまった。これちょっとどんな感じなのかな。あ、もともとあれなのね、この完品でもあのなんか紙の媒体はついてないんだ、はい、だからこれ完品らしいです。でもこっちの方がちょっと綺麗だよね、まあ、2枚になってしまったんですけど、まあこれなんかの機会で誰かにね、あの SNK っていうか、こういうキングオブファイターズもの好きな人いたらこれ誰かにあげましょう、うん、まあこういうので見ないし、そこまで110円だからいいかなと思って買ったんです。まあもっってたのは忘れてた、正直言って、うん、でまあね、こういうのはまあ置いといてもいいかなと思うわけですよ。うん、そうだから、まあ110円だしね、全然いいかなと思って買ってみました。はい、というわけで1本目はですね、ザ・キング・オブ・ファイターズ・アナザー・デイでした。というわけでジャンク品コーナーの購入品、ジャンク放送局2本目です。こちらになります。こちらセガサターンのですね、バーチャロンですね。ちょっとね説明書がもう多分焼けてるんだけど、まあ買ってみました。これも110円ということで、当時アーケードで人気の、あ、もうこれ取れてるねケースねこうまあこうジャンクっぽい感じだよねこれ、まあ、当時アーケードで人気だったゲームです。これはまあ傷はそこそこついてるっていう感じです。まあこれも結構でもあれだよね、斬新だったよね。もうだってこのさ、やっぱこう機械が戦うっていうやつでさ、登場画面とかさ、登場画面違うな、戦闘画面はさここなんだけど、もう分かんづらいかまあ画面で自分の目の前にその操縦するキャラクターがいてみたいな、で向こう側に相手がいてなんかと戦うっていう感じなんだけど、これさガンダムのそのエクストリームバーサスはさ、これをやっぱ元にして多分作ってるよね本当に。だからさ、やっぱ背がすごいんだよ、本当新しいんだよね。もうこうやってさ、次から次へとこうやってさ、なんか新しいものを作っていくんだよね、うん、やっぱしこの我々が作ってるのはマシンだっていうさ、そのさ、なんて言うんだろうな、そういうなんかこだわりっていうのが本当にセガはすごいと思うんだよな。やっぱね、本当に頭下がるよね、本当にさいいものを。だからなんかこう我々ユーザーっていうのは、こういうなんかさ世に出るものっていつもそうなんだけど、本当は素晴らしいんだけど、その世間の評価をやっぱしさ、こうね、なんていうの、正当な評価を受けないのってあるじゃん。まあでもバーチャルはねすごい売れたんだけど、でもまあこういうこのねゲームに限った話じゃないけど、なんか本当はいいものなんだけど正当な評価を受けれないっていうものがあるから、やっぱし自分もさ、なんかこうね、色眼鏡っていうかさ、そういうので見ないで、こう本当になんかこう本質をね、ものに対してのを捉えたいよね。
そのまあ人でもそうだし、あの誰かが誰が言ったじゃなくて何を言ったかっていうことに重きを置いて、まあこれちょくちょく言うことだけど、これからもちょっとね活動を続けていきたいと思う、このねあのバーチャルを見て、はい。というわけで2本目はですね、バーチャロンですね、セガサターン電脳戦記バーチャロンというね、はい。続きましてジャンクコーナーで購入した商品こちらになります。3本目こちらセガサターンの桜大戦ですね。こちらまあセガサターンの CM がまあ結構印象的だったあれでね、あの横山さんなんだっけ、あの声優さんやってる人、ですね、さくらの声やってる人は誰だっけ、あれこれ出てこないな、一番前なの、そう横山、千佐さんか、うん、新宮寺さくら役のこの人と藤岡弘さんがなんかこう桜のねなんかこう満開のところで CM を撮影してるんだけどさ、なんかすごいよね、なんかこう藤岡さんがさ桜の花びらを横山千佐さんに思いっきりバサ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 かけたりするのが印象的だったけどさ、ね、そうそうたるあのキャスト陣だけど田中真由美さんとか出てるし、ね、普通にね、うん、すごいよこれ。でまあこれねやったことないんだけどアドベンチャーなのかな、うん、なんか画面見た感じだとなんかシミュレーションっぽいんだけどやったことないんだよね。なんかあれなのかな、スパロボみたいな感じなのかなと思うんだけどね、ちょっとまあそういうゲームあまり得意な方ではないんだけど、まあ桜大戦もねちょっとアニメーションをまだ全部見てなくて、アニメーションも見たりだとかこういうゲームやったりとかっていうのをさちょっと楽しみたいなと思うんだよね。まあこう結構歌詞カードっていうかさ説明書もしっかりついてるし、ディスクも1枚あるし、1枚目もやばいやばい、なんかやばいやばい、もうちょっと大切に扱いましょうね1枚目2枚目もついてるし、ハガキとかもちゃんとついてるのよこれ、うん、こっちのこれマップなのかな、まあ、これポスターじゃないね、え、いいじゃん、こういうポスターも残ってるのは貴重だよね。あ、これマップなんだ、すげえ、すごいね、大正時代のマップなんだ。これ東京駅で、これ日本橋、まあ今日本橋この上さ首都高が通っちゃってるんだけどさ、すごいね。だからまあなんて言うんだろうな、その富士山がこうだから多分そのなんていうの、日本列島を下から見たとすると、ドラ猫軍団が落ちた、こんな感じで見るんだと思うんだよな。隅田川がそう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 あるから、でもどうなんだろうな、雷門だから、そうだね、こっちが築地の、そうだね、築地がここだから、まあに日本列島の例えば天気予報とかで見るんだと こういう感じだよね。そうそう、お茶の水、これ万世橋だからここが秋葉原になるんだよ、うん、すごいねこれ、これ皇居だね、また落ちたな、はい。これこのポスターついてたのはちょっと寝かしとくか、はい、でかい裏は、あ、裏いいじゃん、裏もこんな感じになっております。うん、ちょっとねスマホが見えないけど、うん、後で写真でも撮ってみようかな、はい、はい。というわけで3枚目はですね、こちらセガサターンの、こちらセガサターンの桜大戦でした。続きましてジャンクコーナーから購入した4本目はこちらになります。最後ですね、これがこちらになります。こちらプレイステーション2のマーベル VS カプコン2でしたね。こちら、まあ、ちょっとね購入した時の動画を出せばより信憑性があるんだけども、本当ねこれねジャンクコーナーに出てたんですよ。
まだ品出しする前だったんだけど、カゴに入っておりまして、あ、これは高いやつだと思ってね、こう買ったんですよ。これね、3000ぐらいするんだよね。あの、正直駿河屋とかでも。だからそれが110円で買えるのはかなりお得なんだよ。でもこれちょっと傷はついてるね。例えば普通にジャンクじゃなくても傷ありますぐらい、傷ありで1500円ぐらいで出てそうな感じだよね。まあ言わずと知れたこう対戦格闘ですね。で、なんかこう上に、なんていうの、上でも、上っていうか上空でも戦えることができるっていうかさ、なんかこうアッパーで上げてなんかコンボをつないでいくっていうゲームなんだよね。あれできないんだけど、そう、難しくて、なんかこのキャラクターもなんかなかったっけ、なんか対戦格闘でね、いろんなキャラクターが出てるんだよ。どれが出てるの、あ、これストライダーヒリューもいるんだ。ベノム、ハルク、スパイダーマン、ガイル、サクラ、あとはそう、ハヤット、アミンゴ、ソンソンも出てくるんだ。ドクタードゥーム、グルバリン、アイスマン、ルビーハート、トロン、ジルもね、いる。ローグ、サイロック、キャプテンアメリカ、結構勢ぞろいじゃない、うん、リュート、ザンゲーフ、アナカリス、ケーブル、マロウ、サイクロプスね、もう X メンとか、あとね、キャプテン、ね、アメリカとかさ、スパイダーマンいた？あ、スパイダーマンいたね。うん。もう勢ぞろいですね。あと、ここのヴァンパイアハンターだっけ？そこら辺のやつも出るんじゃない？隠しキャラでね、出てくるんでしょう。すごい。総勢何名になるのか、ちょっとわからないんだけど、まあ、ここは大勢でキャラクターが使えるっていう。ゲームですね。こちら110円ということで、かなりラッキーでした。というわけで最後の購入品はですね、プレイステーション2マーベル VS カプコン2でした。はい、というわけでですね、今回のジャンク購入品ジャンク放送局はですね、こちらのラインナップでした。紹介のね、ソフトはですね、まあ、結構ですね、安く買えたなっていうか、毎回毎回なんだけども、やっぱりいいよね。もうほぼ、まあ、行くときは行ってるんで、ジャンクコーナーに。そうするとやっぱし普段は見ないものがね、こうね、並ぶんですよ。なのでね、やっぱこっからもこれからもね、毎回言ってることですけど、あの、足毛に通いたいと思います。ね、まあ、こう、なんていうんだろうな、たまに行くのめんどくさいなって思う時もあるんだけど、それもね、こう頑張ってこう自分の中で、いや、絶対にお宝があるんだっていうことをね、思って、やっぱ自らね、ラッキーにね、こう当たっていかなきゃいけないんで、これからもですね、定期的にジャンクコーナー行きたいと思います。ありがとうございます。この動画がですね、面白いと思ってくださいましたら、チャンネル高評価、コメント、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録してくれた際にはですね、ベルマークをですね、タップしていただけるとですね、次の動画だったりとかですね、いろんな通知が来ますので、ぜひこの、際によろしくお願いいたします。それではまた動画撮りたいと思います。